もう二度と彼があなたを離さない。なぜ最悪な破局がきっかけで彼との関係が付き合う前よりさらに深まったのか。結婚したいなら絶対復縁した方がいい。三つの理由とは。5、私はみんなの解放役なので、としっかり者をアピールする。全員酔っ払ったら大変だし、真面目な人に好かれたいし、かっこ、笑い、20代女性というように、面倒見が、いいところをアピールしつつ断る人もいます。傍らに、ずっとソフトドリンクを置いておけば、解放役に徹する決意が伝わりやすいでしょう。6、飲むの手伝ってもらえますか？と、男性に一緒に飲んでもらう。何気に二人の共同作業っぽい。ま、ほとんど飲んでもらいますけど、20代女性というように、手伝ってとお願いしてみるのもいいかもしれません。お先に、強い男性のプライドをくすぐることもできそうです。7、じゃあ、オレンジジュースをロックで。と、受けを狙う。その場の雰囲気に合わせて、ノリよく言うののコツ、30代女性というように、笑いを取りに行く女性もいます。あからさまに、男性の勧めを断るわけではないので、気分よく冗談に付き合ってもらえそうです。8、二人だけの時に、ゆっくり飲もうよと、さりげなくデートに誘う。気があるとわかれば、優しくしてくれるでしょ？20代女性というように、二人きりで飲もうと、デートに誘ってしまうのもいいかもしれません。周りに聞こえないように、こっそり伝えると、二人だけの秘密のような感じがして、男性のテンションが上がりそうです。9、もう飲めない。酔っちゃった後、上目遣いで甘える。楽しく酔っているのが伝われば、それで OK。可愛いと思わせられたらなおよし。20代女性というように、10分楽しんだことを伝えれば、男性も満足してくれそうです。それでも進めてくる場合は、上目遣いで甘えるようにアピールすれば、無理に飲ませようとはしないでしょう。